に、あの目と口っぽいものがあれば、なんか人間っぽいっていうように認識しちゃって、つい目が行ってしまうんですね。なので、なんか人っぽいと思って目を引きつけるので、人っぽいものをぜひ目を引きつけたいところにグラレボにも書いてみるとおすすめです。まず真似して書いてみましょうか。ニュートラルな顔だったり、笑った顔だったり、眉毛をハの字にするだけで、あのと口をこうへの字にすると困ってるだったり、眉毛の逆にすると怒っている顔になったり。今度は描きやすい人型っていうのもぜひ描いてみましょう。あのよくあるのが棒人間だと、棒人間でもまあいいっちゃいいんですけど、ちょっとシンプルすぎて味気ないんですね、棒人間だけ。でもこの胴体部分だけでも何かさっき言った丸と三角で表現するだけでちょっと分かりやすくなったりします。あ、なんかちょっと人型っぽいなっていうように人は見てくれます。どんどん人の形を真似して描いていきましょう。人の形って絵でしてなんかみんな苦手なんですけれども、これぐらい三角だったり雫型だったり星の下の方だったりアルファベットの A 型だったり、自分が描きやすい人体の形っていうのをぜひ探してみてください。体の動きをつけたりすると、より例えばちょっと斜めている姿だったり、なんかちょっと立っているけど表情と組み合わせたりとかすると、いろんなものが生み出せます。結構シンプルな形なんですけど、時間かけずにいろんな体の形が描くことができます。ぜひ真似して描いてみてください。大体皆さん決まってきた感じですかね。ちょっと先に行きます。じゃあ早速ですが、ちょっとゲームをします。3秒アイコンマラソンというゲームです。皆さん1人1枚 A3 の紙、新しいものを前に取りに来てください。はい、ではちょっと
や資格や簡単なものを組み合わせたものってプロが当たり前に使っているものなんですね。プロも全然すごい綺麗な絵を毎回毎回描いてるわけじゃなくて、実はテキストはそういう3畳ぐらいで描けるものをたくさん知っているからこそ絵をたくさん描けるという背景があります。1個ずつ切り出してみると、これもノートをこうやって描いていたり、これもパソコンをこうやって描いていたり、人型もすごくシンプルだったり、そんなに複雑なものを描いているわけじゃないんですね。だけど伝わるんですよ。なので今日はそれを皆さんにぜひチャレンジしてほしいと思います。というわけで、今からまずちょっと準備です。 A3 用紙を書くときに4分割してください。4分割アイコンマラソンをします。これから読み上げるアイコン、さっき言った、シンプルな3秒くらいで書ける、私たち3秒アイコンって呼んでるんですけれど、それを枠の中にどんどん書いていきましょう。で、シンプルに伝わりやすいものをガンガン書いていってください。複雑なものを書くと時間切れにすぐなります。合計4個書きます。でも最初に3秒でやると本当につらいので、今回10秒でいきます。容赦しません。いいですか？構えてください。いきます。まず1個目、ひらめき。ひらめき、はい。次2個目、パソコン。地図。はい、最後に青山学院大学。終了。はい、じゃあ隣近所の人たちで自分がどんなのを書いたのか見せ合いっこしてみましょう。さて、どんなものができたでしょうか。てるね、青学は D 棟ね。分かる人しか分からない。